第101号輸送艦は、日本海軍の輸送艦。第101号型輸送艦の一番艦。多号作戦で沈没した。マル戦計画の輸送艦、歌唱艦名第15001号艦として計画。当初は主機をンン艦本式港25型高圧端式タービン、主艦を0オーつ15改め型保護艦とする予定だったが、これら機関部の製造が間に合わなかったため。 大阪造船所、川南工業、紫工場、日立造船向島造船所に建造が割り当てられた、艦のうち、最初の2隻ずつは400馬力の中速ディーゼルを3機、装備して建造されることとなった。本館は、その6隻のうちの1隻である。1943年12月1日、大阪造船所で起港。1944年1月25日、 浸水。2月5日、第101号特設輸送艦と命名され、所管を、クレチンジュフと仮定。10日、大阪造船所内で偽装員事務所の事務を開始。3月8日、竣工し、クレチンジュフ所管に定められる。連合艦隊に編入され、軍隊区分補給部隊に、配置。5月28日、第102号特設輸送艦とともに、輸送艦兼護衛艦として、 多摩20戦団に加入したカハツ。以後、南西方面での輸送20時。6月9日、第102号特設輸送艦とともに、第22号総海艇の護衛を受け、春マヘラトカウハツアンボンへ向かう。12日、経由地の倒で第22号総海艇が、触れ消したため、本艦が、離床作業に協力。13日、アンボン期。30日、 第102号特設輸送艦ら2隻と船団を編成し、第12号総会艇ら2隻の護衛を受け案本発。7月9日、スラバヤキ。9月5日、クレチンジュフ書管の定めを解かれて、第101号輸送艦と改名し、本席をクレチンジュフに定められる。同日付の官邸類別等級別表の改正で、輸送艦の部中、等級の項に2等、艦固めに、 第101号型がそれぞれ新設され、第101号型の一番艦に定められる。10月28日、多合作戦に参加し、オルモック湾で揚陸中、空襲を受け沈没した。12月10日、第101号輸送艦は、第101号型輸送艦から削除され、帝国輸送艦席から除かれた。この数字は、特殊兵、その他臨時増置された人員を含まない。 本来の感銘表記は、第101公輸送感。以下、第101号の表記部について同じ。ありがとうございます。